FNS 歌謡祭 2019FNS 歌謡祭第2夜の会場となる番組の生放送が行われた富士テレビ本社 FCG ビル 2019FNS 歌謡祭は富士テレビ系列で2019年12月4日18時30分2328.12月11日19時23時28分に生放送された通算48回目の FNS 歌謡祭である 例は最初であり、番組開始45周年記念の FNS 歌謡祭となる。2019年11月7日放送の VS 嵐で本年の総合司会に嵐の相葉正樹と富士テレビアナウンサーの長島由美が就任することが発表された。両者が FNS 歌謡祭で司会を務めるのは初となる。また、前年まで司会を務めていた森高千里、渡辺健、 加藤綾子からバトンタッチする形となる。2015年から2018年に引き続き、5年連続で、本年も当番組では2デーズ2週連続として2回に分けて生放送されることが番組ホームページで発表された。さらに、第1夜の放送時間は拡大されて例年より30分、早い18時30分開始となり、本年は、 それぞれ4時間58分と4時間28分の大長編となる。また、第1夜の放送時間は当番組としては過去最長である。第1夜は例年通りの形式で、グランドプリンスホテル新高菜は起点より12月4日18時30分23時28分に、第2夜は富士テレビ特設スタジオより12月11日19時23時28分に、 生放送された。相場が単独で音楽番組の司会を務めるのは、第67回 NHK 紅白歌合戦以来3年ぶりとなる。また、ジャニーズ事務所所属のタレントが当番組で司会を務めるのは、草薙強が担当した2014年以来5年ぶりとなる。12月4日の平均視聴率は、第一部が9.6%、第二部が14.1%、 第3部が10.3%だった。また、瞬間最高視聴率は20時55分、平井健と東京スカパラダイスオーケストラの共演で、ポップスターを披露しているシーンで17.6%だった。12月11日の平均視聴率は、第1部が10.8%、第2部が8.4%だった。また、瞬間最高視聴率は21時6分、 木梨憲武が GG スタンダップフィーチャリング松本隆弘を披露しているシーンで13.6%だった。トップバッターでは当番組では広瀬香美トリトルクリーモンスターがそれぞれ初めて担当して広瀬香美ウィンターソングメドレーの1曲目としてロマンスの神様を披露した。大鳥では患ジャニエイトが初めて担当して友よ披露した。 1> 第1夜のステージの最多出演者は嵐、白田優、広瀬香美、リトル・グリー・モンスターであり、それぞれ3曲に参加していた。番組前半では、広瀬香美が自身のヒット曲を他のそれぞれの出演アーティストとのコラボレーションによるメドレーで披露された。なお、番組のオープニング前に行われた。また、昭和の名曲が出演アーティストのカバーによるメドレーで披露された。 さらに、デビュー20周年を迎えた嵐の特別企画として、過去の FNS 歌謡祭で披露された嵐のパフォーマンスで厳選された映像を FNS 歌謡祭嵐20周年名場面集と題した VTR 企画で振り返った。その後、FNS 限定のスペシャルメドレーを披露した。そして、令和最初の FNS 歌謡祭の特別企画として、昭和、 平成に続く令和のデュエットソングを秋元康氏が FNS 歌謡祭のために書き下ろしてその楽曲ネセサリーを鈴木正幸と乃木坂46の白石舞が特別に披露番組中盤ではディズニー映画アナと雪の女王に公開を記念して同作の主題歌と前作アナと雪の女王の楽曲を含めたスペシャルメドレーを披露されたまた 中山美穂が色ホワイトブレンドを富士テレビでは約24年ぶりに披露した。さらにディズニー映画リートルマーメイドが今年で公開から30周年を迎えたことを記念して同作の主題歌、挿入歌を出演アーティストのカバーによるメドレーで披露された。そして AI がユニバーサル・スタジオ・ジャパンのギネス世界記録の イリュージョンクリスマスツリーや巨大なプロジェクションマッピングでパフォーマンスを披露した。その他では FNS 歌謡祭放送45周年記念特別企画として過去の FNS 歌謡祭で披露された厳選されたコラボレーションを中心とした名パフォーマンスを一挙に VTR で振り返る FNS 歌謡祭感動の名演習が行われた。番組後半では FNS 名物である ミュージカルメドレーとして、エリザベート、オペラ座の怪人、ファントムといった各作品の主題歌や挿入歌を、出演アーティスト同士のカバーコラボレーションのスペシャルメドレーで披露された。また、番組恒例であるクリスマスウィンターソングメドレーが出演アーティストのカバーコラボレーションで披露された。さらに、同じくミュージカルであるヘアスプレーと、 エンドレスショックのそれぞれのオリジナルキャストによるスペシャルステージが行われた。そして、第2夜のテーマであるアーティストが選ぶ思い出の一曲の先駆け企画として、ダパンプの一作が思い出の一曲である、オーマイリトルガールを同じく、尾崎豊をリスペクトしているジェジュンとのコラボレーションで披露された。AI、生田恵里花、久保田俊信、劇団四季、シーナリンゴ、 東京スカパラダイスオーケストラ、中山美穂、BTS、メイジェー、薬師丸広子、ミュージカル、ヘアスプレーは、事前収録での出演だった。第一夜では、ジャニーズ事務所からは、キンキーキッズ、嵐、ニュース、カンジャニエイト、ヘイ、セイ、ジャンプ、中山優馬、京本大河の7組が出演した。出演アーティストは、全58組で、 全72曲中31曲がコラボレーションで披露された。第2夜では番組テーマが設けられており、アーティストが選ぶ思い出の一曲であった。また番組の随所では司会の相場長島アナと出演アーティストとの思い出の一曲のスタジオトークが展開された。なお、スタジオに出演するアーティストは時間帯ごとに入れ替わるスタイルであり、 主に出番を直後に控えているアーティストか、出番を直前に終えているアーティストが出演していた。トップバッターでは、キングプリンスが自身の思い出の一曲として、嵐のワンラブをカバーして披露した。大鳥では、令和最初の FNS 歌謡祭の特別企画、後世に歌い継ぎたい日本の名曲として、総勢9組の出演アーティストが担当して、 坂本 Q の名曲、見上げて、ご覧夜の星を、お披露した。第2夜のステージの最多出演者は、ジャニーズ S とパフュームであり、それぞれ4曲に参加していた。番組前半では、上記のテーマでトシルが、思い出の一曲である、粉雪を、藤巻良太とのコラボレーション、ディーン・フジオカが、思い出の一曲である、スマイルを、松下直人とのコラボレーションで披露された。 また、自身が80代の香山雄三が60代70代のアーティストとのレジェンドバンド香山雄三ザ・ロックチパースを結成して作詞を佐田雅史、作曲を高見沢敏彦が手掛けた楽曲フォーエバー・ウィッチュー永遠の愛の歌を特別に披露。さらに同じく上記のテーマで第2夜に出演したジャニーズ事務所所属アーティストがそれぞれ自身の先輩。 ジャニーズの思い出の一曲をカバーしてスペシャルメドレーで披露された。そして第一夜に続きミュージカルメドレーパート1としてモーツアルト、レミゼラブル、マリー・アントワネットといった各作品の主題歌や挿入歌をオリジナルキャストによるスペシャルメドレーで披露された。番組後半ではトンネルズの木梨のりたけがソロで当番組初出演して 木梨ファンクのリりのりのリりに収録されている GG スタンダップフィーチャリング松本隆弘と I love you da monde の2曲のスペシャルメドレーを披露した。また、上記のパート1に続きミュージカルメドレーパート2としてミスサイゴン4月は君の嘘、アナスタシアといった翌年に公演を置き換えている各作品の主題歌や挿入歌をオリジナルキャストによるスペシャルメドレーで披露された。 さらに、デビュー15周年を迎えたパフュームが FNS 限定のスペシャルメドレーを披露した。そして、FNS 歌謡祭放送45周年記念特別企画として、近畿キ,キッズの堂本剛が番組45周年を記念したオリジナルソングを番組の放送開始から同時で制作開始されて、番組の随所で楽曲制作風景が中継で放送された。 番組終盤で完成した楽曲、システムを披露した。第2夜の番組の投資、企画として行われた。生き物がかり、かやまゆうぞザ・ロックチパース、木なしのりたけ、キングプリンス、ザ・イエロー・モンキー、パフューム、マン・ウィズ・ア・ミッション、ミュージカル、4月は、君の嘘、ミュージカル、ミス・サイゴンは、事前収録での出演だった。第2夜では、ジャニーズ事務所からは、 どうもとつよし、v 六亀梨和也、ヒスマイフットツーセクシーゾーン、ジャニーズウエスト、キングプリンスの7組が出演した。出演アーティストは全38組で、全62曲中10曲がコラボレーションで披露された。本年は、青井翔太、生田絵里花、井原立香伊礼かなた、亀梨和也、加山雄三&、ザ・ロックチパース、木梨の利岳、 木下春香、京本大河、ザイエローモンキー、ソニン、道本つよし、中本み希、BTS、ビッシュ、日向坂46、風林、マンウィズアミッション、LAD 馬の19組のアーティストが、FNS 歌謡祭に初出演した。第一夜、第二夜のどちらにも出演したアーティストは、生田エリ花、一イッサ、大原桜子、ケヤキ坂46、高見沢敏彦、 谷村真嗣、堂本剛、森山良子、山崎育三郎の9組。第1夜、第2夜合わせて、出演アーティストは94組、披露された楽曲は134曲、披露されたコラボレーションは41共演となった。第1夜、第2夜合わせたステージの最多出演者は、生田恵里花と山崎育三郎であり、それぞれ計4曲に参加していた。 アクアは2017年以来の2年ぶり、生き物係は2016年以来の3年ぶりの FNS 歌謡祭の出演となった。近畿キ,キッズの特別企画として、第1夜では、どうも一、第2夜では、どうもとのそれぞれの企画が行われた。なお、2020年4月4日放送の近畿キ,キ,キッズ k i d s の文部ブ,ブーンで、それぞれの企画のステージの裏側や本人による、 放送後の反響などのインタビューが放送された。ミュージカルメドレーは、第1や第2夜のどちらも、それぞれ異なる楽曲や作品で披露された。また、昨年に引き続き、セクシーゾーンの松島さとしと、キングプリンスの岩橋玄樹は、パニック障害で休養による、活動休止中のため出演を辞退した。西野香菜は2019年2月をもって、 歌手活動を休止したため出演を辞退した。AKB48 の矢作萌え夏、NMB48 の吉田あかり、白間見る、乃木坂46の白石舞、欅ヤキ坂46の小田奈々、長沢奈々が、石森幸花、佐藤しおり、ニュースの手越し優や、生き物係の山下実の孫、2020年7月18日に、成去した三浦春馬、同年月に、 グループ活動停止を発表しているフェアリーズ2021年11月にグループ解散を発表している V6 にとって最後の FNS 歌謡祭の出演となった。また2020年10月に活動終了及び桜坂46への解名を発表した欅坂46は同グループ名としてはこれが最後の出演となった。第1夜太し文字は 当年の NHK 第70回 NHK 紅白歌合戦に出場。五十音順第2夜、ふとし文字は当年の NHK 第70回 NHK 紅白歌合戦に出場。五十音順第1夜第1夜音楽監督 &PF 武部聡、演奏ドクター村石正幸 PA 浜崎健太 GT 鳥山裕じ東山哲郎 キー、シミズトシ今井ョウ、イマイマサキ、カトウイストリングス、今野ひとしストリングス、MNP、前田優吾第2夜音楽監督、竹部聡サ演奏、PF、エジ、ドクターヒゲシロケン、GT、後継、COK、高カシ、PA、桜井里倉、ストリングス、原口あずさストリングス、MNP、篠崎京一第1夜第2夜、 ありがとうございます。